日本では晴れて気温が上昇しています。届いたウェザーリポートを見ていきましょう。こちらは帯広市から。強い日差しで熱風が吹いていますとコメントです。山口さん、今日は札幌でも今シーズン一番の暑さになったようですね。そうなんですよ、はい、北海道内が広く気温上がっておりましてね、うん、今の気温実況をご覧いただきましょう、はい、これ12時現在のものなんですけれども、この12時頃に旭川が 30.0 度、そして札幌市中央区も同じく 30.0 度を観測しました。まあ、両地点とも今シーズン一番の暑さとともに今シーズン初めての真夏日となりました。はい、その他北海道内はですね、ご覧の通りオホーツク海側ではより気温が上がっている状況となります。はい、で今日の北日本エリアは、まあ、よく晴れているんですけども、特に北海道に関してはこの辺りは南風です。こっちは西風、まあ、山を越えるフェーン現象が発生したり、あとそもそも上空暖かい空気が広く流れ込んでおりまして、日差しが出ていることで気温が、ね、大変上がりやすい条件に今なっているんですね。はい、一方で空気は、ね、比較的乾いていて青空なんですけども、そういった空気が乾いている時というのは昼間かなり気温が上がった時、夜にかけてはやっぱり、ね、どん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 気温下がっていきます。はい、まあ、内陸部ですと、まあ、明日の朝にかけて旭川はもう16度ですからね、今日の昼間との気温差非常に大きくなります。服装の調節などには十分お気をつけください。この後も1日の気温差に気をつけてお過ごしください。最新の気象情報はアプリウェザーニュースでご確認いただけます。